内閣府が行った子どもや若者の意識に関する世論調査で、今の自分が幸せだと思うと答えた人の割合が10代前半で9割を超えるなど、若い世代の幸福感や自己肯定感が高いことが分かりました。内閣府が行った子ども・若者の意識と生活に関する調査によりますと、自分の現状に対し幸福感を持つ人の割合は10代前半で 94.2%、 10代後半も 87.6% となっています。また10代前半では自分の将来に明るい希望を持っていると答えた人もおよそ8割で、他の年齢層と比べて高くなっています。家庭や学校など自分の居場所があると答えた人は、自己肯定感や幸福感を抱く割合が高い傾向にある結果となりました。調査を行った内閣府は、若者の居場所づくりは4月1日発足する子ども家庭庁とも関連するテーマだとしています。